三浦がドライバーとして初の市販車部門優勝を果たした時のランドクルーザー337号車。三浦のは日本のラリードライバー、ナビゲーター。愛知県出身。幼少期は F1 ドライバーに憧れた。ナムサン大学法学部法学科に進学後、小規模ながらジムカーナを経験。司法書士も目指して弁礼したものの、試験は 失敗に終わっている。卒業後、チームランドクルーザーの活動に憧れ、2005年にトヨタ車体に入社。2006年の公募に応じ、フランス語を必死に勉強して、選考を通過。2007年に、三橋氏のナビゲーターとして、ダカールラリーにデビューすると、そのままあっさり市販車部門優勝を収めたが、これに、三浦は内心不完全燃焼を覚えていたという。 2008年の開催中止を経て南米に舞台を移した2009年はニコラ・ジボンのナビとなりここでも部門優勝を収める2010年にも同ペアで参戦し三浦のダカール活動はここで一旦幕を下ろしたしかしダカールへの情熱は尽きることなく2013年に再びナビゲーターとして再登場広報としての業務を担当しながらジボンのペアで ダカール活動をこなした。2015年の途中に、自ら志願して、ドライバー、A、と転身。2016年に、ローラン・リシュト・ロイ・シター・オナビとして、ドライバーデビューを果たした。2018年には、チームメイトのクリスチャン・ラビエル、ジャンピエール・ギャルさん組が途中で脱落したこともあり、2年目に、して、ドライバーとして、市販車部門初優勝を飾った。ラリー・レード以外では、 訓練の一環としてトヨタ画像レーシング、ラリーチャレンジや全日本ダートトライアル選手権などにも参戦している。ありがとうございます。